これで晴れて自由の身か。ようやく探しに行くことができるんだよね。前世から待ち望んだ平穏な暮らしを。できれば前世の力は使いたくなかったけれど、それでも僕を信頼してくれた人が困っているのなら、テレビアニメ出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにした。2024年放送開始。